安倍勝夫は日本の海軍軍人。最終階級は海軍中将。岩手県出身。村長安倍武志奈々の次男として生まれる。一の関中学校を経て、1912年7月、海軍兵学校を卒業し、翌年12月、海軍少尉任官。1919年11月、海軍砲術学校高等科を卒業し、磯風砲術長。 第二艦隊参謀、法術学校教官などを経て、1924年11月、海軍大学校を自席で卒業した。長戸副法長見分隊長、アメリカ駐在、海軍省軍務局第一課局員、第二艦隊参謀、海外教官、第三艦隊参謀、海外教官、軍務局第一課長、第二回ロンドン軍縮会議前検隋院、玉、竜城、 カガノ、の各艦長、軍令部第三部長などを歴任し、1938年11月、海軍省省に進級。欧米首長、軍務局長、海軍省県軍令部主使、1940年11月から三国同盟軍事専門委員として、ドイツに駐在し、太平洋戦争期には、欧州勤務であった。1942年11月、海軍中将となった。 さらに、イタリア大使館付部官を兼務したが、1945年5月、ドイツ降伏が確実となったためスウェーデンに移住し、終戦を迎えた。1946年3月、予備役に編入され帰国した。安倍がベルリンを脱出する直前の4月15日、ドイツの崩壊を見越し東京の軍令部は残存するドイツ潜水艦をできるだけ多く、 日本に開港するようドイツ海軍に要請し、その実現に努力せよとの緊急電報を発信した。海軍総司令官カール・デーニッツは燃料不足を理由にドイツ潜水艦隊の日本開港を拒絶した。安倍が最終的な拒否回答を受けたのは4月20日午前11時30分であった。ありがとうございます。